作家ヘンリー・アーネスト・デュードニーが1907年に表したパズルを主題とした本である。全8章114問のパズルとその回答で構成されており、第1章、カンタベリーパズルは、カンタベリー物語の登場人物が互いにパズルを出し合うという趣向になっている。単なるトンチに類するものからやや高度な数学と関連があるものまであり、 数学パズルの文脈のみならず、学術的な文献においてもしばしば本書が引用される。差し絵が豊富であり、その多くはデュードニー自身の手によるものである。本書は序文と回答を除けば以下の8章で構成されている。第4章まではカンタベリー物語と同時代の中世が、第5章から第7章まではデュードニーと同時代が背景になっている。 時代背景は、文体そのものや物語に登場する通貨などから読み取ることができる。第8章には一貫したストーリーがなく、個々にパズルが出題される。パズルには、数学的な背景を持つものが多く、一筆書き、魔法陣ヨセフスの問題などのテーマが繰り返し現れる。第6章はやや傾向が異なり、推理者の問題が並ぶ。 デュードニーはアーサー・コナン・ドイルと親交があり、シャーロック・ホームズシリーズが連載された、ストランド・マガジンでコラムを担当している。第26問の回。正三角形を4つの断片に分けて、正方形に組み直す。Google スカラーにおける引用元検索の結果、ハット・ A ・ B とモタ・リョースケによる役者後書きフェルマーの方法については、例えば、アダチツネを、 フェルマーを読む日本評論者を参照。文母が21桁の回答は、イコールである。本書、第20問の回答 AB 本書、第26問の回答本書第47問回答の中。ありがとうございます。